皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。コナミより1990年11月30日に、ファミコン用ソフトとして発売されたコミカルシューティングゲーム。名作シューティング、グラデュースをパロディ化し、さらにコナミの人気キャラクターも多数登場する。簡単モードも搭載しているため、初心者でも気軽に楽しむことが可能。それぞれ異なる武器を搭載した4機の中から機器を選択し、ギャグやパロディがたくさん散りばめられた各ステージを進んでいこう。Thank you。
キングゴーレムも登場。また各エキストラステージの最後では操作中の時期を別のキャラに変更することができる。カプセルを獲得することができる。難易度選択。本作ではジットパワーアップモードを選択した後にゲームの難易度を選択してからゲームを始める形式。難易度はイージーからハードまでの3段階。難易度が高いほど敵も強くなるのだが、ハードでは1面から打ち返し版が発生するようになる関係で、クリア自体も困難になる。白ベルの効果変更。白ベルは AC 版ではセリフで攻撃するメガホン攻撃だったが、FC 版では取得すると、敵が 1MP する効果に変更された。結果的に FC 版グラディウスシリーズの最後を飾るのにふさわしい。
用している。本作以前のグラディウスシリーズは家庭用ハードで、業務用に近い内容の作品をプレイするには X68000 といった高価なハードを利用しなければならなかった。だが、安価で購入できるファミコンに移植された本作の登場によって、業務用に近い内容の作品を家庭用ハードで気軽に楽しめるようになったと言えよう。その他、各種ステージの追加、PC 版グラディウスシリーズは MSX 版のように各種ステージを追加することがなかったが、本作でついにエキストラステージが実装された。家庭用版グラディウスシリーズにおけるエキストラステージはステージ内のギミックや登場自体はそれぞれ各ステージ固有ではあるのだが、指定の素材や登場する目的は他のステージと共通のものが流用されていた。だがそれらに対して本作のエキストラステージは指定や背景の素材に固有のものを使用、目的のステージごとに専用のものが登場する点から非常に個性が豊かになっている。各エキストラステージは BGM が AC4 面ボスのものに変化するほか、3面遊園地では AC の9面墓場が6面、他局では AC の4面2本がそれぞれ再現されていたり、5面は MSX2 の戦艦内部を本流とさせる構成、1面では初代グラディウス3面を幸福とさせる耐久力の高い雑魚が登場するなど、小ネタも非常に豊富。各エキストラステージのラストに本体重操作中のキャラクターを他のキャラに変更するカプセルを利用することによって、ゲーム途中でエキストラステージ内でカプセルを一口別のキャラクターに変更してから後のステージを攻略というように一風変わった戦略デーのプレイも可能に。またこの仕様を利用し特定機でオプションを投げ込みするバグ技がある。非常に愉快なものだが、AC版に思い入れのあるプレイヤーから
要素を中心の作りに変更し、キャラのサイズも縮小化させたことによってスプライトをうまく抑えていた。だが本作はキャラクターや背景、機器の整備を業務用とほぼ同じ内容で再現してしまったことから、結果的に処理落ちやスプライト欠けが頻繁に発生するようになってしまったという。ファミコンで無理して業務用を再現しようとせずに、前作同様オリジナル要素を中心にすればよかったのに使いづらくなったベルトは、AC 版パロディウスが弱アーカ、低い自分自バリアーカ、アレンジの内容や難易度も絶妙だったことから、本作とは別に行動
ほんのり後から出た PLSS 版に見られるような一部鉛筆の移植の出もない。次のハリカの GD 版に引き続き登場はしているものの、初版の事情で PH 腰振りダンスが削除されることになり、デルタはメガホンのセリフの一つに腰振らせてよというラブネタが仕込まれている。また本作発売後の1991年1月5日にコナミのニュースキャラクターを起用したクロスオーバーお祭りゲームワイワイワールドに SOS バセリフロが発売されており、その中でグラディウスをモチーフとしたステージがあるが、そのコミカルな作風から本作のパロディウスがをベースにした作風となっている。余談、本作は実はアトニビーマニシリーズを立ち上げる人物の一人であるヒロ総長こと竹安博氏がコンポーザー参加したことが確認されている最古のコナミ作品だったりする。概要、1990年4月25日に稼働したプロデュースが神話からお笑いへのファミコン移植作品、ファミコンへの移植に伴い神話からお笑いへのサブタイトルが削除された。プロデュースが名義での発売となった。アーケードで好評を得ていたグラディウスシリーズの最新作がファミコンで遊べると聞いて大喜びしたプレイヤーも多かったのだが、ハロディウス編
コンジャレもこうなるけど、これだったら他社だが、ムカケイシソのハームフルパークイッツの方が好み。それを AC でやってたシューターの人々には賞賛が聞いていない、えげつない難しさだったよねと、言ったらどこにバレッカと付き合いに出された記事を発見したことがあるが、さもありなんなランク制か、普通使えるなんて終戦時のみ合いだよ。
一つを選んで進んでいくのですが、まあ、プレイヤーからの歯止めも、だけがあり、特にセンター王が大変でした。有利とされているのは MR、パラディスト、トゥインディーですが、ビッグバイザーで進んだ方が、個人的には一番楽だったような思い出があります。そして本日のインターネットは、ステージのこのスタッフだけじゃなくて、進んでいき、ラシブ DDM のアレンジマーティーも、響いていました。ひどかったような感じだったのをよく覚えている。僕も極上パロディウスだ。